皆さんこんばんは、かげろうやっていきたいと思います。さあ、こちらなんですけれどね、非常に難しいと思います。ただね、一応調べたところですね、4つ目のマガタマを取った時点で、まあ振りまく像が出てくるんですけれども、どうやらその他の徘徊者は消えるみたいでしてね、今まで消えないと思ってたんですよ。消えないのに梅干しに追われながら梅干しとかと相手するのって思ってて、こんなんクリアできるのかと思ってたんですけれども、振りまく4つ目取った時点で振りまく像と1対1になるということで、これはね、非常に水門をここで使う、水門に閉じ込めるということを観点で考えるならば、梅干しに注意して3つ目まで取って、で4つ目を水門のところを取れば徘徊者が消えて振りまく像だけ、あとはフラッシュ焚いたりなんだりして振りまく像を水門に閉じ込めればいけるんじゃなかろうかというのでね、非常にそれをね調べててね、その振りまくゾーンとこうたまたまウィキで見たときにですね、こいつが出現した場合には他の徘徊者が消えると、その情報のおかげでね、ちょっとやる気が出てきました。いや、全徘徊者相手にしながら逃げんのかと思ってたぐらいですからね、それに比べたらね、まあそれでもさすがにね梅干しがいるんでね、えげつないですけれどね、まあそこはもう運ですね。あとはうん、あそこ光ってんね、曲がった曲があるわ、あれシャンシャン出てくるね。だからシャンシャン増やしても関係ないんですよね、4つ目取った時点で消えるから。そう考えればあの藁は鍵がなくて手に入るというので美味しいかもしれない。ロボカメラあるね、ありがたいですよ。よし、ないね、明かりはつけとこう。こっちで上上がっちゃいましょうか。まあ、梅干しだけ注意で。ここあれだな、いるな、近いぞ。いやー出てきたわおじいちゃん。いきなし出てきましたよ。このマップね、あいつもいるから厄介ですよね、水辺のじいちゃん。ほんとね、あいつはね、どうしたらいいんでしょうね。梅干しとセットできちゃうと困っちゃうしね。大丈夫かな、近いね。まあ梅干しがいないしゆっくりしましょう。ここで1個曲がった玉手に入れたいからね、ちゃんとルート確保してね、ストロボを使わずに行きたい。よし、あそこだからね、しっかりとルートを作ってこないと。はい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 、ということでね、はい、よし、
さあ1個ゲットしましょう。左行ったね。左行って下降りてった。下降りてったんだ、大丈夫でしょう。こっちのに上がってくるルートはないよね多分。よし、光石非常に重要ですからね。はい、よし、さあもらいまして、ここは確定で鍵があるのかな。だとしたら嬉しいですね。よし、とりあえず1個ゲット。はい、爆竹が、あぶね、アイテムなさそうだね。さてどこ行こうか。梅干しのいない方向行こうか。なんかいねえか。チンチンおじさんがいるな。あれ、ここさ、また曲がたまあるね。はい、曲がたまあるとこだね。よし、シャン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 、どっか行け。まあ敵が増えてしまいましたけれども、向こう側道ないんじゃないかな。シャンシャンが戻ってくる可能性があるね。あそこ行き止まりだったと思う。シャンシャンつって戻ってくると思うんだよな。あれどっか行った、あれどこ行った、どっかあったっけ行くところ。よし、はいはいはい、のさあ扉が一応あるね。うん、よし、これで2つ手に入りましたね。よし、ここは行き止まりだったよね確かね。あ、アンテもあるね。回復か、あたり探そうか。あ、こけしがあった。こけし、あ、こっち上に上がるルートがある。あ、意外とだね。両左右どっちでも行けんのか。アイテムも結構あるしね。鍵もゲットしたか。こっちは、ああいいね、ここシャンシャンが出てくるということを除けば。よし、じゃあこっち行こうか。コーロッカーだったんだ。
どっちに来るかな。他行くとしたらこの上か。鍵2つか。あと1個どっか近場でサクッと手に入れて水門少女のところ行きたいね。あの象さえ捕獲しちゃえばゆっくりね出口とかを探せると思うんだよね。あら、ここにもあるな。よし、あとは梅干し注意だな。一番は下か。下行くか。レバーがあるね。なんかのどっかの場所が上がったんだな。水門が上がったっぽい。開いた形跡があるね。時たまも出たしね。早めに早々に3つ目手に入れてゴールの方向かいたいね。ここか。ダメージ食らうんだよな。でもこの先に鍵と勾玉があるよね。と手鏡。あれ違うわ、そのまま降りるだけか。あれシャンシャンも何もいないのか。はい、おい、嘘でしょ。そんなバカなんだね。こんなカオスなとこ連れてくるんじゃないよ。ああ、想定と全てが崩れてしまった。ああ、しかもこれ、離れられないか。あー、やべえな。いや、想定と違うよ。もうちょっと落ち着け。虫に出会っただけでやられちゃうかんな。少女が泣いてるとこがあるってことはさ、いや、行くのやめた方がいいか。下行くか。そろそろ出口探したいんだよね。あ、水門が閉まってる。どっかにレバーがあるってことか。ここっぽいな。まがたまあるね。うん、出口はどっちだ。向こうか。あー、そっちの方か。梅干し方面じゃないの。25じゃちょっと振りまく像を探すの大変だな、これ。ダメージ？
ないと困るんだけど。よし。近いね。どっか行ってくれ。少女の鳴き声があるね。これ水門のとこかな。だとしたらワンチャン。ああ近い。とりあえず梅干しがいなきゃなんとかなる。しばらく待とう。さあどっか去れ。これ黒いシミがね、こう染み出てきたら終わりよね。よし近いね。うろついてんな。コンパス欲しいな。あ、若干遠ざかったっぽくね。少女こっち側にいるね。よし。まだ近くにいる音すんな。もうちょっと安心できるまで。こっちの下か。ここら辺の下。あれ、少女の声全然聞こえなくなっちゃったな。違うのか。で、出口と回復したいね。むやみに走んないようにしよう。ここは？あ、近い。回復、ありがたい。あー、ここは来たことあるけど、水門のとこかな。左側でしょ多分。ちょっとアイテムあさらしてね。違うっぽいな。あー、ここか。ここはちょっとダメだ。違うところ。あれ、こけしがあった。うん、思うようにいかないですね。やべ、いるな。大丈夫かな。いるな。ちょっと怖いね。こっちやめましょう。近いな。隠れようか。陳さんが来たらやべえな。あれがあればな、時たまがあればあそこでもよかったね。ゾウ。ただ時たまな、ワープの時使っちゃったからな。よし、離れましょう。こればっかりは運がなかったな。上行くか。
げよう。下がったな。危ない。怖いね。出口行きたいな。よし。なんかレバーがあるね。ああ、この4つのタイプか。ストロボか。いろいろと仕掛けは解いてるけど、水門少女のとこ行かないといけないからね、私は。ここは。よし、ない。時たまがあればな、あそこの下の少女のとこで取っちゃうんだけどな。よし。大丈夫か。懐中電灯、爆竹。出口がどこだろうね。なんかある？ないね。少女の泣き声どっちだ？こっちか。こっちっぽいな。そこか。ここもちげんだな。普通にマガタマを取るだけだったらいくらでもって感じだよね。すでに5個は手に入れてるけどね。よし、オッケー。上か。HP はちょっと回復しておきたいとこだね。ないか。ないか。こっちは。ないね。よし。こっち行こうか。おお、両サイド。一番のお気に入りの。まあ梅干しに合わないだけマシか。回復地味にありがたい。こっちはアイテムだったか。まあ行き止まりのところは多分来ないと思いますけれどね。来てんのか。鈴が聞こえんな。陳さんいるのよくないね。大丈夫かな。よし。下がった。
危な、虫がいたっぽい。危なかったな、油断したわ。こっち行こうか。下に降りる。大丈夫かな。どっか走ってんな。よし、あれこっち行き止まりだ。隠れるところが欲しいよね。曲がたまがあるな。ここはなんだ。少女の声が聞こえね。あ、聞こえる。水門のあるとこか。水門のあるところなら大歓迎。はい、鍵いっぱい手に入ってんな。ここだ。私が見つけ、ここでやろうとしたとこですね。よし、いけるか。4個目取ると徘徊者が消えるとのことなので、ちょっとそれも試さないとね。ストロボがあるね。ついた方がいいな。ほい。よし、ここで閉じ込めます。あれ動いてる。あれ、あれそっちにいるじゃん。マジか。さあここでおびき寄せます。水門に閉じ込められるかですね。多分こっちから来ると思うんだよね。どっから来てっかな。さあ結構遠いんじゃない。来た。こっちから来ると思うんだ。さあ来るか。おっ、これでどうだ。早く遠く離れてえな。水細胞。
よし、あとゴール目指すだけだな。よし、爆竹、時玉か、コンパス欲しい。あと虫気をつけてね。これでなんとかクリアはできそうですけど、コンパスだな。あとはな、そこにあるな、あそこにあるのは上か。上に上がる、上に上がるところがあれば取れる。ここら辺はコンパスないか。鍵付き回復、よし、ないね。あとはゆっくり出口を探すだけですけれども、極力だったら早くねクリアしちゃっちゃいたいとこだから。よし、鍵が合ってるね。よし、コンパス、あれないのか。なくてもいいね。ゴール目指そう。よし、ゴール近辺で探しちゃいましょう。上行ってみるか。鈴欲しいな、鈴。鈴ねえかな。こっちか。いやでも水門方法はいきましたね、うまくね。鈴ない。よし来た。これでゴールまで行けますね。あいつダメージ40食らいますんで、修羅だと。で、無限に湧くみたいですので、食らわないにしましょう。ここか。さあ。あのうるさい声は聞きたくないな。ああ、ここですね。あと1個のマガタマ。あと近くの鍵付きの部屋だな。どっか近くいないかな。あらー、余計な徘徊者増やしたな。ここで捕まるわけにいかないよ。
いやー、まさかの。シャンシャン増えていったな。まあ、気をつけながら行けばいいか。焦らず。シャンシャン以外はいないからね。とりあえずゴールに向かっていこう。こっちか。あら、行き止まりだな。よし、こっちだね。あ、ちげえわ。こっちか。回復は大丈夫だね。向こうか。あとは冷静にゴールまで行ければ、なんとかなるけど。大丈夫かな、こんなとこ通って。鈴ねえかな。こっちか。ああ、なるほどね。ああ、ゴール近いね。ゴール近いけど潰されたか、そこのゴール。こっちから行けるかな。シャンシャンだけ気をつけてね。後から出しちゃったの痛いな、ありゃ。あれの油断で死にたくないな。いるっぽいね。いやー、厄介。せっかく閉じ込めたのにね。くそー、ダメか。鈴はもうないか。向こうだね、ゴール。まあ落ち着いていきましょう。大丈夫、鈴がシャンってなったらすぐ離れるようにしていけばいい。こっちの、こっちかな。いるな。落ち着いていくぞ。いや、慎重になるね。にしてもどこいんだ。すげえシャンシャンっつってさ、事件だよな。ちょ、怖えな。
上行ってもないよな。こっちまで来ちゃうと違うだろうな。やっぱ向こうだな。こっちなんだよな多分。いるんだよな。やばい。近いね今の。同じとこぐるぐる回ってねえか。怖えな。強行突破するか。ストロボ溜まってからだな。なんか同じとこぐるぐる回ってる気がする。いや怖えー。どこにいんだ。あー怖いな。正気かよ。向こうなんだよな。いて。あー痛いね。これ近いんじゃない？これ前置いてるってことは？これ近いんじゃない？多分これゴールだよね。よし！オッケー。よし。クリアした。イベントスキップしましょうか。はあ、はい。ということでね、怨恨の修羅ちょっと手間取ったんですけれども、クリアタイム43分ということでね、手間取らなければもしかしたら30分以内いけたかもしれないですけれども、まあ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 クリアできたというところで、カゲロウに関してはですね、これで一応日暮らしの回廊深淵、日暮らしの回廊の修羅、深淵、こちら怨恨、ん？あと聖域と修羅をクリアしましたので、自分としては非常に満足できたかなというところでね、カゲロウについてはこれで終わりにしたいと思います。また次回以降はまた新しいゲームの方遊んでいきたいなと思いますので、よかったら見ていただけたらなと思います。で最後のね、演奏か、やはりね水門で閉じ込めた方が一番楽だと思いますので、4つ目を水門の少女、あそこでやればまず間違いなくストロボ写真だけでいけますので、ぜひ挑戦してみてください。知らやる人はね。それではまた次回別のゲームでお会いしましょう。さよなら。